木村さん、シートベルトしましょう。はい。していいよ。していいよって、それできないです。まず座りましょう。ああ木村さん。していいって。木村さん。いっす、いっす。木村さん、ちょっと。金馬さん、起きて。シートベルト、いいよ。いや、できないですよ。金馬さん、頼みます。シートベルトをしましょう、金馬さん。金馬さん、頼みますって。していいって言ってるじゃん。していいじゃなくて。大丈夫。いや、大丈夫とかじゃなくて、金馬さん、これでシートベルトは無理なんで。しろって。しろっていうか、スカスカなんで、ちょっと、本当に、金馬さん、ちょっと。金馬さん、ちょっと待って、のんちゃん、シートベルトしてないから、これはダメだ。あの、配信会が終わる。金馬さんを死なすわけにいかないから、ちょっとだけ待って。いやいやいや、こういや、後部座席もあのダメじゃないですから、ちょっと待ってください、金馬さん。僕、金馬さんの命を扱ってるんで。はい。ダメダメダメ、動かす。ちょっと待って、金馬さん暴れないでください。金馬さん、お願いです、暴れないで。本当に、ちょっとなんで金馬…後部座席なら大丈夫だ。いや、大丈夫じゃないよね、のんちゃん。法律どうなの、のんちゃん。わかんない、わかんない。ちょっと待って、金馬さんが…ちょっと、グエアじゃなくて…じゃあ、ほんと、どうなってんだよ、これ。大丈夫だって。いや、マジっすか、大丈夫。あ、大丈夫とかじゃなくて、ちょっとだけ待ってくださいね、金馬さん。誰か後部座席ってさ、シートベルトいらないの？ダメだよね。いらないからいいから。いや、それ多分古いやつなんで。古い、後ろ大丈夫？本当に？みんな本当？後部座席は大丈夫なの？金馬さん、わかった。シートベルトするや。あ、ほら、わかりました、わかりました。金馬さん。金馬さん。なんで金馬さん。じゃあ、OK なのね、信じるよ。高速は捕まるってダメだ。これはすればいいやこれはすればいいだけとかじゃなくてシートベルト首にとかさ、ちょっとなんでガチャガチャやめてください、やめてください。捨て頃終わったんで、そう、もう誰か一般道で行ってんのんちゃん、あの高速捕まるから一般道で OK のんちゃん。一般道の通り、いや、ベロンベロンなの。あのネタじゃなくてガチでずっと酒飲んでるから。いや、もう金馬さん、あの配信会背負ってるんで、本当に勘弁してください。やばいな、オワコンの向こうガチガチもうやめて。どうすればいい、みんな。ちょっとヒカルくん、あ、本当に首つってるじゃないですか。っていうか、なんで出血してるんですか、金馬さん。スースーってスーって、どうしよう、もうわかんない。車から捨てていいの、どう。キャスバーにとりあえず連れて行ってくれって言われて、何この大役。いや、もう考えられないんだけど、捨てとけ、捨てれないでしょ。ちょっと金馬さん、ちょっと座りません、どうしよう。どうしよっかな。一般道なら大丈夫なんですか。あの、法律的なこと教えてください。一般、鮫島さんはどっか行っちゃったの。もう俺帰るわ、ありがとうな、アファドっつって、金馬さんがワードをキャスバーに送れって言われて、すげえ流れだな。どういうこと。一般道は大丈夫、オッケー。ちょ、のんちゃん、超安全運転で。配信会の未来かかってるんで、よいしょ。ちょっと金グエアって解除してはないです。なんでこんなことになるんですか。っていうか、捨て頃で一番ダメージを負ってるの金馬さんじゃないですか。一般道もダメなの？どうすればいいんですか、リスナーさん。タクシーを呼ぶしかない。タクシーを呼ぶ？タクシーだったら後部座席 OK。シートベルト後部座、ちょっとごめんなさい。後部座席シートベルト必要かどうか教えてください。一般道もダメ。了解です。タクシーで行け。高速で。高速でタクシーで行け。タクシーに迷惑かかるだけなんで。タクシーは。分かったか、のんちゃん。のんちゃん、一回止めて、どっかで一回止めて、そこで止めて。のんちゃん、分かったか。金梅さんがのんちゃんっていうワードを出すとは思わなかったです、金梅さん。のんちゃん、ちょっとだけの我慢なんで。分かった、タクシーで行きましょう。で、よいしょ、行きますよ、せーの。お、バキバキっつった首。金梅さん、
起き上がりましょう、一旦。のんちゃん、いいよ、走らせろ、車。いいから走らせろって。のんちゃん、大丈夫だから。のんちゃんが原点なんで。うん、のんちゃん、大丈夫。行けって。大丈夫だから。これなんとか置けるとか。後ろに行こうか。行けって、早く。行け。あ、来た来た。いい感じです、いい感じです。のんちゃん、早く行け。いい感じです、そのまま行きましょう。走らせろって。僕に、一般道 OK? 本当少しのんちゃん、のんちゃん大丈夫だから走らせろっつってのは。へぇ。ちょっと待ってね。ググってもらってもいいですか、あの、一般道、はい。のんちゃん、はぁ、もう。行けって。よし、行くぞ。おい。行くの？新宿まで行けよ。突き抜けるぞ。突き抜けるぞ。花火見えるし、花火は見えるんすね、すごいっすね。こんだけ酔ってて花火は見える、花火見えるち、あやちゃんです、お前の枠、そうそう、僕の枠です。花火ありがとう、すげえ才能だな。花火だけは確実に見逃せなかったね、今向こう向いてたんだよ。向こう向いてて花火ありがとうっつったかんね。なんだよこの組み合わせ、マジ意味わかんねえ。ベスラン2000ですよ、金馬さん。僕、処理できないっすよ、こんなの。来た、金馬さん。なんで2000ですよ。なんで2000もいいんだよ。2000です。あ、のんちゃん、早く。あ、行け、走らせろ、早く。よし、行こう。なんで起きないんだよ、もう。持ってちゃってよ、お前、バカ。バカか、お前。ちょ、金、もう。ちょっと、ダメ。のんちゃん、ダメ。タクシーを探すんだ。タクシーに放り殺すかよ、お前。殺すとこだ。タクシーに乗せんの？そう。いや、タクシーは無理だって。無理だよ、こんなの。いや、一回止めて。一回止めて乗り子。どっかに止めて。うん。どっかに止めて。ありがとう。ちょっと待ってね。俺、タクシー行きますから。あの、タクシーじゃなくて、シートベルトさせますから。いいっすか？これ、捨て頃5。一番難しいっすよ。この状態の金梅さんにシートベルト、その金梅さん、うん、シートベルト好きっすか？うん、あー、いいっすね。僕そういう金梅さん大好きっすよ。シートベルトできます？うん、あー、かっこいいなー。あ、大丈夫です。いいっすね。シートベルトの正しい付け方ちょっと見せてくださいよ。大手配信者のレジェンド配信者のシートベルトの付け方ちょっと見せてもらってもいいですか？うん、あ、いいっすね、いいっすね、いい感じ。あ、来た、いいっすね。そっから引っ張ってきて、いいっす。金馬さん、そっか、いや、グエアじゃなくて。お、いいっすよ、いいっすよ。起き上がりません？一回座りましょう。ちょっと間に挟まると腰悪くする。もう帰りたいよ、俺。頭痛いんすよ、金馬さん。俺、金前さん、重っ。金前さん、そう、閲覧もどんどん増えていくし、僕どうしたらいいか分かんないっすって。ほら、作るね。あ、よし、いや、座って。ちょっと、金前さん、もう、なんで俺なんだよ。一般道は義務だけで罰則はない。いや、もう俺は法律違反とか嫌だから。あと、早くこれを。来た。金馬さん、シートベルト腕に巻きつけるんだ。腕に。だんだん頭きたな、なんか。腕に巻きつけて、そうだ。なんかもうこれでよくないの？そうだ、それでいいんだ。これでいいよ、もう。そうだ。それだ。これでいいだろ。もう行こう。よし、解決した。解決したもん、これでいいよ、もう。シートベルトつけたでしょ。これでよくね。もう、これでいいでしょ。シートベルトつけて。もう行こう。もうできた。もういい、知らん。もう。これで行こう。オッケーで、シートベルトはつけた。うん。首しま、新車、呼吸。キマさん？やばい。キマさん？死んだ。ちょ、マジ、金馬さん。あ、やばい。あ、金馬さん息してない。ちょ、金馬さん、ちょ、のんちゃん止めて。金馬さんが息してない。金馬さん。
ギバさん死なないでください。ちょ勘弁してくださいよ。生きてる。あ、生きてんだ。もうこの茶番やめましょう。ほんと持って10分っすよ。生きてるよ。いや生きてるから、もうシートベルトで引っ張るの無理っすから。おはこさん。え、ロハコさん助けて。ロハコさん死んだ。ちょなあ、もうちょっと金前さん、もうやだこの人、シートの間に挟む。ああ、もう頭痛い。捨て頃より面白いじゃないよ。もうこれ本当にベロンベロンになったんだよ。もうずっとも、あっと、金前さん、大人でしょ？金前さん、あ、来た。あ、いいっすよ。行きましょう。吐かないでください。吐く。横に止めて。吐くって。もう最悪この人。最悪だよもう。ちょっと待って。止めて。もう車で吐かないで。もう最悪この人。何なんだよもう。ゲロ吐く。ゲロ吐くじゃない。ちょ、エチケット袋、袋。もう勘弁してください。ここ道路なんで。マジで危ないっす、危ないっす。金馬さん。ちょ、気持ち悪いの分かったんで。一回降りて、ちょっと本当にここ道路なんで。マジでやばいんで。ちょっと挟まってるじゃないですか。こんなちっちゃい袋。がっつり挟まってるじゃないですか。ちょっと待って、もうちっちゃい袋はオッケーだけど、その前に金梅さんがもうがっちりこの中に入ってんの、どういうことですか。ここっすよ、座るところ。そこ寝るところじゃないんで。金梅さん横向いて、こっち側向いて、気に入ってんじゃないですか。めちゃめちゃ気に入ってんじゃないですか。腰が痛い。腰がはまっちゃってるんですよ。腰が痛い。痛い。はまっちゃったよ、もう。待って、じゃあもう、おもちゃん、椅子引いて。引っ張ってダメ。引っ張ったらダメ。ほんとに。ちょっと。これ椅子、危ねえな。椅子下げらんない、これ。のんちゃん。マジやばいっす。金馬さん。前にどけて、これ椅子。椅子、前に出して。椅子もっと前に出して。これがいっぱいっすよ、金馬さん。じゃあほんとに、事故るんで、金馬さん、マジで。え、これ後ろに避けらんない、これのんちゃん。あ、これ無理っすよ。出れないとかじゃない。甘えないでくださいよ。ちょっとほんとドア危ないんで。金馬さん、痛い。出れないの。痛いっす。寝たいの分かんない。ここで寝ましょう、せめて。行きましょう。出れないの分かんない。抱っこしてじゃん。なんか重たいっすよ。抱っこして。抱っこします。わざとやってますよね。今さん、わざとやってますよね。動めんどくさいっす。今ちょっと出た、ちゃんと動ける。動ける。よし。ちょっと今ハマってたのね。はい、こっちから行きましょう。ハマってたけど、金髪さんやればできるんで。ちょっと動けるよ、ね。じゃめんどくせえな、マジで。ここに座るだけっす、金髪さん。ここです。ちょっと動けるよ。ここに座るだけです。今ハマやればできるんで。あ、いいハマってたんや。かっこいいなぁ、かっこいい。やっぱレジェンド違うわ。オッケーです、オッケー。出た、いい、来た、できるじゃないですか。よっしゃよっしゃ、今のうちだ。もう、のんちゃん出たよ。じゃあ、そっち座りましょう。のんちゃん、やったー。よしよしよし、のんちゃん出たっけ。今だ。ちょっと待って、まだ挟まないで。のんちゃん、もうちょいよく行きましょう。出せ、車。出せ。車出せ。やったおい、のんちゃん、おい。今だ。のんちゃん。よし、行こう。出せ。疲れた、マジで。本当に疲れた。脱出したから。やった、マジで。やばいっすよ、3300っすよ、不安地で。捨て頃超えんじゃないですか、これ。映え頃ですよ、映え頃。腰が痛い。なんだこれ、マジで。いや、もう、
おしっこして。いやもう子供っすか。止めて止めて子供止めて。ちょ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 、のんちゃん止めて、のんちゃん止めて。こあの本当におしっこっすか。おしっこ、うん、やります本当に。どこんなトイレトイレなんかないっすよ、こんなところに。道路でしょ。あ、ローソンが。ローソン行きます、うん、じゃあ後ろにローソン、後ろに行きます、うん、じゃあ一緒に行きましょう。僕付き合いますよ。ちょっと待ってくださいね。ローソンローソン行きましょう。トイレもう出るよ。え、でも待って、もうちょいだけ待って。最悪だ、ほんと最悪だよ、最悪。もう出るから試合やとなのに最悪だわ最悪なんじゃこれ。おしっこもうするよ。もうちょっとだけ我慢する。もうするよ、ここで。ダメダメダメ、我慢できるんで。ここに一瞬だけ抱いてください。するよ、もう。いや、ダメダメダメ。はい、ねえ、のんちゃん、ほら、のんちゃん、これ見て。のんちゃんじゃなくて、のんちゃん、のんちゃん、これ見て。なんか、ツイン、あ、ただ、バンにあるでしょ。何やってんすか。何やってんすか。見えてないよね。何、何やってんすか。何やってんすか、人の枠で。パツンじゃ危ないっすよ。何やってんすか。ダメだ。何やってんすよ。これ大丈夫だよね。ちょちょ、なんだもう、それはダメだっつってんの、本当に。いやもうおしっこする。いやわいやだからコンビニ行くんすよ。コンビニ行きましょう。もう着いたの。はい、着いたんですよ。着いたの。はい、あのこれですか。いくらも走ってないじゃん。いや全然走ってないです。5メーターぐらいですよ。うん、コンビニ。靴こっちです。すぐですから。すぐコンビニに。いやありますありますあります。コンビニありますよ、金馬さん。日本っすよ、ここ。こっち、靴逆、こっちです、こっちです。右、左、こっちです。じゃあ、左、それ、のんちゃんの靴なんで。いい、のりこの靴入らないっすよ。じゃあ、これ逆、逆、逆。逆、こっち。そう、右、左足はこっち、右足はこっち。オッケーです、オッケーです。オッケー、オッケー、いける、いける。いけます。はい、じゃあ、肩。オッケーです、オッケーです。オッケーっすよ。ここで。そうっす。あ、待って。じゃあ、ダメ、タッチションは。うん。あ、ローソン。ローソン行きましょう。ローソンで、今入っ、ローソンで、ちょっと証明する。いや、ここほら、ローソンじゃないじゃないですか。そう、じゃあ、ローソン行きましょう。いや、ここはローソンじゃない。もう、ダメだ。ローソン行きましょう。じゃあ、もう、もう、もう、じゃあ、離れますよ、離れますよ。ローソンだから。ローソンですね。離れますよ、僕は。見てないっすよ。もう、なんなん、マジで、これ。俺もう、記憶ないぐらい打たれてんだ。なんなんマジでこれ。みんなこのテンションであれなの？このテンションか？小林は毎日お祭りなのか？すげえなマジで。半端じゃねえわ。もうがっつり絡むの初めてだけど、もうなんかもうすげえよ疲労が。ボクシング3分3ラウンドのテンションじゃないよ、もうほんとゴリゴリスタミナ削られてる。ゴリゴリ金シャブだよ、ほんと。いや、もう半端じゃない、半端じゃない。いやいや、配信界のレジェンド失うわけにいかないでしょ。どうなってんだ、これ、どうなってんだ、マジで。いや、マジで。いや、置いて帰ったら、小林からもう、小林さんによくしてもらってんすから。小林さん的に回したらもう半端じゃないですから。いやー、どこで拾ったんじゃなくて、ワードをちょっと新宿に送って、みたいな感じで。はぁ、半端じゃねえな、マジで。いや、閲覧やったとかじゃない、本当に。ローソン終わりました？タバコ吸うんすか、ここで。ライター貸して。はい、ライター貸します。うん、あー、いいっす、いいっす、いいっすね。いいっす、いいっす、いいっす。ライターを。ライターをなくしたんすか？はい。いや、金梅さん、マジずっと飲んでたから。ずっと飲んでたから。いやー、こんな感じなんだ、ヒカルくん。ヒカルくんは、ヒカルくんこれに半年間付き合ってたのか。半端じゃねえわ。半端じゃない、半端じゃない。いや、俺はとりあえずキャスバーに送るまでなんとかするわ。オッケーですか。キャスバーに送ったら他の人でオッケーですか。もう YouTuber でありがとうございます、花火ありがとうございます。金林さん、なんで今ローソン行くんですか。終わったじゃないですか、ローソンは。今ローソンに向かっても意味ないですよ。ワドは、はい、ワドです、ワドですよ。どうしたんですか。ズースいや、車で帰るんですよ。車で帰りましょう。あとは、はい、いや、キャスバー、YouTuber 行きましょう、YouTuber。 いや、嫌いなんすか。嫌っすか。 YouTuber 行きましょう、YouTuber。 はい、行こう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 、行きましょう行きましょう。はい、行きますよ。どうぞ座ってくださいね。座るんですよ。間に挟まらないで、寝ないで。よし、オッケーオッケーオッケー。
いい感じ、いい感じ、やればできる。オッケーオッケー、寝てる。はい、起きましょう、起きましょう。金梅さん、ダメっす、ダメっす。今、いい感じなんで。今、来てる、来てますよ。金梅さん、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 やればできる子っすか。この男誰、これ。いや、僕のリスナーさんっす。ちょ、リスナーさんに絡むのやめてください、本当に。この女は誰、こいつ。これ、のりこですよ。僕のハニーですよ。僕のノリコは、ね、彼女なの。ノリコ47歳の彼女ですよ、うん、俺と付き合えよ。お前いい女だから、はい、俺と付き合えよ。いい女ってよ、ノリコは。手こきがすごいんですよ。もうすぐ48ですけど、いいです、大丈夫。何48って。あ、のんちゃんね、年齢がね。じゃあ俺と付き合え。目の前で人の彼女くどくの良くないですよ。ダメですよ、金牌さん。そうなの？ダメです、ダメです、ダメです。じゃあ、はい、やめとくわ。やめといた方がいいですよ、絶対。ババアだから。はい。ババアって、なんでババアって言うんですか、人の感想。ババアじゃん。いや、ババアですけど。うん、あー、花火ありがとう。ねえ、のりちゃん。そう。ババアだな。そう、もうすぐ50が間近です。子供は作れ、早く。のんちゃん、子供できないですか。なんで？いろいろあるんですよ。子供作れないです。作れないです、僕とのんちゃんは。じゃあ俺が仲出しするわ。いや、そういう問題じゃないですか。結局、頑張ればいい。頑張ります、頑張ります。いやいやいや。ワードが抱いてねえから、お前、はい、子供できねえだけだろ。すいません、抱きます。ちゃんと抱きます。はい。すいません。毎日抱けよ。毎日抱きます。はい。のりちゃん。のりちゃん。そうだね。そうだろ。一日何回叩かれてんの？月に1回ぐらい。月1で叩かれて、そんなもん妊娠しねえじゃないかんな、お前は。すいません、はい。毎日だけよ。毎日ですね、了解です。え、金梅さん毎日抱いてんすか？余裕。いや、余裕の意味が分かんないですけど。毎日抱いてるかどうかを聞いてるのであって、余裕かどうかを聞いたわけではないんですよ。余裕。余裕っすね。余裕。お前ら余裕。全然意味わかんねえよ、もう。返しがわかんない。飛んでくるなんかパンチのカウンターが変則的だよ。俺わかんねえ。余裕マジ余裕。全然わかんない。どういうこと？毎日抱いてるかどうか聞いてんのに。俺だって、俺のんちゃん付き合ったら、はい、もう毎日毎日毎日セックス。いいっすね。3回長出しの1日。いやー、半端ねえなー。余裕で。金梅さん舐めてたわ。やばい、やばいよ。やばいっすね。やばいっすね。のんちゃん、マジやばいよ。アイテムありがとうございます。のんちゃん、のんちゃん、はい。ワードとか気にならねえよ、マジで。テクニックの話ですか？うん。テクニックどんな感じなんですか？まずどんな感じかちょっと教えてくださいよ。まず、はい、訓練を2時間、はい、ほう。で、はい、指で、はい、指で 1時間半。本当っすか？で、チンコで4時間。バカ。7時間。絶対嘘じゃん。ねえ。ねえって誰に同意を求めたの？ねえ、のんちゃん。のんちゃん知らないですよ。金梅さんとセックスしたことないですよ。もう今すぐやばいだろ。悪いね、ワド。あ、全然いいっすよ。お前の彼女を寝取っちゃうかもしれない。寝取るの大好きですよね。寝取るの好きですよね。のんちゃん、こっちでタバコ吸えるんだっけ？うん。あ、ここタバコ吐いたらいけるまつんでね。ワードの彼女は寝取っちゃうかもしれない。はい。あまりにもすごいテクで。はい。金梅さん3000超えちゃったんですけど、どうしたらいいんですかこれ。何が？閲覧数。金梅さんも若干引きますよね。3000ですよ。いえ、3000人みたいな。3000ですよ。で、合計まだ30分しか経って9000ですよ。えぐいですよこれ。ケミストリーすぎますよこれ。なんすかこれ。ケミストリー流して。ケミストリー流すんですか。流して。ケミストリー流せますか。ちょっと無理ですね。ふわっちで3000見たことないですけど。あー、ステコロミンさん、ごめんなさい、本当に応援していただいたのに。吹かれて僕の今日が。あれ流して、はい、ソルジャードリーム。はい。ケミストリーの。はい。はい。のんちゃん、早くやるや。はい。使えねえな。はい。ババア。いやいやいや、もう。
あのね、配信者の大手の人、こういう人ばっかりなんですよ。僕、ドレさんも乗せた時も嫌だったんですよ。ババア。ドレさん、ドレさんは、ドレさんもババアとかエイリアンだとかずっと言うんですよ。ぐち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 。で、鮫島さんも言うんですよ。大手の特徴なんですよ。そう、乗り子いじり半端ないんですよ。ババアじゃん。いや、ババアですけど、いや、ババアですけど、ババアですよ。はい。ババアだから言わないんですよ。ババア。でもね、はい、ババアだけどレディーですから、はい、美しい女性でも美しい女性です、はい、綺麗だから、はい、え、金馬さん、亀有に行くっていう方法とキャス、YouTuber っていう方法2択あるんですけど、どっちがいいんですか？ YouTuber でいいよ。 YouTuber 飲む気満々だよ。飲む気満々。のんちゃん、はい、綺麗だからディスるんだ。いやいや、かーくん、それレジェンドだから。何でもかんでもぶっ飛ばせばいいって問題じゃないですから。いやー、さすがに無理よ。金梅さんを捨て頃で失うわけにはいかないから、とりあえず僕のミッションをキャスバーに置いていくで OK ですよね。もうそっから責任取らなくて OK ですよね。いやー、本当になんかすいません、皆さん、あの金梅さんのリスナーさん、なんか、いや、それでいきましょう。で、あとは YouTuber に任せましょう。YouTuber の配信者集まってるはずなんで、バトンタッチで、バトンタッチでいきます。えぐいな、金梅さんの閲覧。今日誰の試合が一番面白かったですか？ちょっと捨て頃トークやりましょう。捨て頃トーク。やだやだって、捨て頃の話聞きたいじゃないですか。今3000人集まってんだから。やなんだ。うわ、最悪や、俺。はいはいはい。あの、はい、携帯なくした。携帯なくした。一番大事な仕事道具じゃないですか。マジで言ってんすか？マジで。一番なくしちゃいけないものじゃないですか。何やってんすか？携帯なくしちゃって。まま、ここにあって、え、ない。いや、本当にない。うわ、マジで言ってんすか？ちょっと待って、どうすんの？知らないっすよ、もう高速バッチリ乗ってるじゃないですか。シートベルト。携帯電話なくしたんだけど、どうしたらいいんですか？携帯に電話しよう。ねえ、携帯電話して、俺の携帯。今配信中じゃないですか。ちょっと待って、金梅さんの携帯電話知ってる人います？誰か、 LINE をとか。LINE 知ってる人います？携帯なくしたの？誰か かけられる人いますか？できます？早く電話して。キャスバーにあるって言ってますよ。なんでリスナーさんが知ってるんですか？今日配信やってないの？キャスバーにあるの？はい、キャスバーにあるよって言ってます。俺携帯電話がないんだって。早く電話しろよ。金丸さん、こんなスタイルなんですか？こんなメールって。ねえじゃん。いや、ないですよ。やるって早く、はい。キャスバーにあるそうです。キャスバー朝日がいるんで無理だっていう話です。携帯電話忘れてきてんの？朝日が持ってるらしいです。朝日が持ってるらしいです。いやいや、みんな書いてますよ。何も、え、合ってるのか。どうしてるよ。お疲れ様です。に落ちるし。いや、だからキャスバーでエミリちゃんが持ってるって、朝比奈ちゃんが持ってる。いや、だから答え出たじゃないですか。もうみんな言ってるんで。あのちゃん、いやいや、どっかに落ちるし。子供か。金梅さん、よく聞いてくださいね。昨日飲んでたんですよ、朝まで。で、酔っ払ってたんですよ。で、向かい酒でこうなってんですよ。ね、キャスバーに置き忘れただけっすから。わかります？俺だってさっきまで持ってたもん。何ですか？え、スゴロ会場ですか？え、スゴロ会場戻って。あ、ケイタさん、ありがとうございます。今かけたこと鳴ってないですね。すぐ戻って。のんちゃん、会場戻って。さっきのコンビニだよ、多分。いや、コンビニで携帯出してないですから。出したのはチンコですから。じゃあどこに？コンビニ忘れるし。コンビニ入ってないですから。じゃあ捨て頃の会社戻ってね。あそこも忘れてきてるし。便所太郎さんが持ってる。便所太郎さんが持ってるんですか？便所に連絡して。
便所に連絡して。便所に連絡どうやってする？携帯、俺の携帯がないの。もう早く電話して。電話ちょっと待ってください。あと便所さんはちょっと一回放送切りますね。ちょっと便所さんに連絡します。この放送止めますね。すぐつけます。すいませんでした。すぐつけます。ごめんなさい。すいません。一旦切ります。便所さんに電話します。ちょっと待って。え、切らなくていいですよ。3000円。つけながら電話できないの？できないですよ、僕の場合。はい。じゃあ新しい携帯契約しに行こう。そうしましょうか、そうしましょう。じゃあとりあえず俺もなくなったから、はい、YouTuber 行きましょう。新しい、はい、携帯を、そうしましょう、契約する。そうしましょう。閲覧さえ優先。そうですね。プロかよ。閲覧だけは守るっていう。閲覧だけは守るんか、かっこいいか。本当にすげえ。ダメだ、切ったら。でも閲覧2300に下がっちゃったんで。なんで下がってて。いやだから電話べね、便所さんに電話をかけろっていうくだりをやるから、それは次枠ねって言ったら、それは見る人去りますよ。便所に電話できねえの？できないっすよ。放送中ですよ。放送中ですよ。だって便所さん繋がってないですよ。できねえのか？できないですよ。よく見てください。なんだよ、くだらねえな、マジで。こってことのリスナーさんですから。だらね、クズどもが。リスナーさんクズはやめましょう。使えねえじゃん。使えないとか言っちゃダメですよ。言っちゃダメ、そういうことは言っちゃダメです。いやー、意味わかんねえよ、こんなもん。こんなもんって言われる。電話すればいいのにさ。電話します？だから、これでやったらダメなんだよ。閲覧は守る。ふざけんなよ、お前。閲覧を保持しながらやるんじゃん。糸電話とかかけて、テレパシーとかどうですか？便所さんにテレパシー。テレパシーで会話しろ。テレパシー。キャスバーダメってみんな言い始めましたよ。行くわけねえだろ。どこ行くんですか？いや、春日井。春日井に行くんですか？地元に帰るんですか、今から。遠いっすよ。春日井はさすがに距離ありすぎますよ。それがいいんだって。春日井旅配信ですか。金前さん、ちょいちょいそのフェザータッチやめてもらっていいですか。あ、ダメっすよ。何やってるんですか。なんで乳首触んすか。金前さん、ちょいちょいこのモード入るときあんだよな。おいっすー、カズさん、ちょっと銀杯さん、なんすか、いや、じゃあ、やめてください。何やってんすか、なんすか、なんで攻めるんすか、そのまま、ちょそういう、ずっと任せろ、彼女の、任せろとかじゃなくて、いや、銀杯さんも、任せろって、全部。いや、任せろ、金杯さん、一回任せろ、ちょいちょい、絶頂まで行くから。いやいや、もう本当に、一回任せろよ、絶頂まで行くから。本当に、僕、金杯さん、あれっすか、リスナーさん知ってるんすか。こんなもん日常やん、これ。日常だけど、僕、どっからどう見ても男なんですよ。うん、あ、いいんすか、いいんすか、いいんすか、バレますよ、これ。でも、新規リスナーにバレますよ。じゃあ、モナリストの、なんか、そういう集いもある、はい、ある。知らないです。なんすか、オナニスト。その話聞いたことないですよ。なんすか、オナニストの集いって。そこに行くんすか、うん、こういうのも、はい、だから、日常でやるわけじゃん。やらないですよ、普通の人は。ちょっと待ってください。なんで俺バイセクシャルの人に受けいいんだよな俺。なんだよじゃなくて、ちょっと優しい。もう彼女の前なんで、彼女見てるんで。こういうのが気持ちいいよ、ね。いや、まあ、わかります。はい、わかります。自分でやってるんでしょ。いや、僕あんま触んないですね、こういうところは。はい。自分でやってるんでしょ。はい。いや、もう勘弁してください。勘弁してください、本当に。彼女の前だからって、かっこつけてんじゃねえ、はい、やっぱ嫉妬するんで、彼女が。
嫉妬なんかするわけねえだろ、あんなもんが。あの嫉妬なんかするわけねえだろ。いやもう本当に本当にお前の乳首をいじったぐらいだよ。いやもうノリコ怖いんで本当に。それはねえやろ。いやいやもう本当に、だってツバニャンとコラボしただけでツバニャンに BB 弾打ってましたよノリコ。もう何ですか。それはまああの女だからね。ああ男、えのんちゃん男はいいの？当たるだよな。えのんちゃんいいの、金梅さんに抱かれたもん俺。抱かれてみよう。いやお前ふざけんなよ、なんだよ裏切んじゃねえよお前。男同士だ。なんでだよ抱かれてみ。いや男同士ならいいやん。じゃあ今日はワードを抱きながらあの LINE 通話する。わかった、うん、のんちゃんのんちゃん、うん、LINE 通話しながら俺ワードをガチガチ攻めていくから。いやもう勘弁してよ、もうロハコさんの時にすげえ似てるじゃん。いやもう早くキャスバーつかねえかな。ねえ半端じゃねえ、半端じゃねえ、半端じゃねえ。のんちゃんなんだこれ。のんちゃん俺こんな展開予想してねえんだけど。いいの？キモいとか言わないよさ、僕関係ないっすもん。今日。うん。ポンポン。いやいやもう僕ないっすよそういうの。僕バージンっすよ。もう傷。あ、正直ピンクローターは一回だけ。はい。でもバージンっすよ。のんちゃんはそれを見ながらオナにすんの？のんちゃんオナにしないっすよ。ノリコオナニーしないですよ。なんで電話とか使わない。あ電話はちょっと興味津々です。いやのんちゃんじゃあ一晩かしよ。いやいやそんなありえるわけないじゃないですか。ないっすよ。今井さんモテるからいいじゃないですか。一晩かしよこの彼女。今井さんカメアリがいいって言ってますよみんな。もう女系はいやらしいっすよ。もうやっぱりやっぱトークが見たいんですよ、ばあさんの。亀あり、亀あり、すごいっすよ。のんちゃん、一晩貸してくれよ。ちょっと、アイラ、しつこい。アイラ、放送中だから、しつこい。後でにして、アイラ、ごめん。ひまさん、本当に、あの、のりこに手出すのはやめましょう、本当に。僕の、あ、なにこれ。あ、なにこれ。ちょっと危ないよね。危ない。え、なにこれ。え事故だ、事故。え、のんちゃん気をつけてな。事故だ。ダメですよ、金梅さん、うん、事故なんで。今、はい、真面目にこれは事故ですね、うん、あれ誰もいないですね。なんだろうこれ、発煙筒。あ、でもだいぶ遠いですね、うん、こういうのはマジ危ないこれ危ないですね。でもこんな車線の幅で事故ってるってヤバくないですか。どこだろう、事故、うん、あそこだ、あそこだ、ね、あそこっすね。今まさに事故ってるところが多分そうっすね、発煙筒ついてんで。いやこれ、はい、あの黒いさん、金梅さん、本当にあの、のりこに手出すのはやめましょう、本当に。僕あ、なにこれ、あ、なにこれ、ちょっと危ないよね。危ない。え、なにこれ。 え事故だ、事故。え、のんちゃん気をつけてな。事故だ。ダメっすよ、金梅さん、うん、事故なんで。今、ちょっと真面目に、はい、これは事故ですね、うん、あれ、誰もいないっすね。なんだろうこれ、発煙筒。あ、でもだいぶ遠いっすね、うん、こういうのはマジ危ないこれ。危ないっすね。でもこんな車線の幅で事故ってるってヤバくないですか。どこだろう、事故。あそこだ、あそこだ、あそこっすね。今まさに事故ってるところが多分そうっすね、発煙筒ついてんで。いやこれ、はい、あの黒い死体が出てくるよ、これ。でアイラの電話っすね。アイラの電話っす。ぐちゃぐちゃの下に出てくるよ。これのんちゃんゆっくり走ってこれ。ゆっくりな、1分でこれ。金ちゃん、金梅さんの iPhone 見つかってないですよ。なんか朝比奈さんが持ってるっていう噂ですね。俺携帯がない。でも金梅さんが最後にツイートしたのいつだっけ。持ってない。さっきだけど、はい、でも会場、僕楽屋見たんですよ。俺会場に置いてきてる。いや会場の楽屋見たんですけど、まっさらでしたよ最後。僕が最後の荷物だったんですけど、だから多分便所さんが持ってますよ。で今折り返したとしても今カンパケですからいないですよ誰も。
会場で写真を撮ってツイートしまくってる。あー、どうしよう。便所さんだ、やっぱり便所さんですよ、多分。か、知り合いに預けたか。っていうか仕事道具なくさないでくださいよ、仕事道具。5時間前が最終…え、どうしたんですか木村さん、木村さんどうしたんですか、急に。なんか取り付いたんですか、寝るんですか。えこの流れで寝んの。もうわかんねえわ、金林さん。1分後の行動がわかんねえ。とりあえず落ち着いてもいいですか。便所さんはどこにいるのかわかんないですよ。亀有で下ろしてあげてください。寝かせてあげて、キャスバー警察だ。亀有にしましょうよ。どうすればいいですか、僕。違うんですよ、僕わかんないんですよ、こういうの。一応、さっきの話だと、リスナーさんと話し合って、キャスバーに下ろしたら僕の任務は終了ってことになったんですよ。それで OK っていうことでこの契約結ばれてるんですね。どうすればいいですか、僕は。ここで下ろしたらダメです、絶対死にます。これ亀有なら PC がある。亀有のんちゃん、住所わかるんですか。俺金馬さんの家行ったことないな。金馬さん、亀有すごいっすよ。もうみんな亀有って言ってんすよ。冷静になりましょう、金馬さん。これ嫌がらせとかじゃなくて、リスナーさんは正解を持ってるんですよ。なぜならパソコン配信があるんですよ。だからパソコンが一体繋がってる状態だったら配信ができます。そうすると iPhone を探すことができるんですよ。そう思いません？でも今もう代々木ですけどね。バッチリ今代々木なんですけど、バッチリ今ちょうどビタビタに代々木なんで、次新宿なんですよ。金前さん話聞きましょうよ。金前さんがキャスバーに送ってくれっつって僕ら送ってるんすよ。何よ。亀有がみんな望む。なんでこんなに亀有がいいのか、僕ほら小林さんの気持ちわからないから。小林さんがこう言ってるってことはあれなんじゃないですか、もう警察に。亀有には行かなくていいの。なんでですか。渋谷でいいの。渋谷行くんですか。うん、何しに行くんですか、渋谷に。僕渋谷とか聞いたことないですよ、金林さんから。お花。じゃあ僕ね、地方から来てくれたリスナーさんが新宿で待ってるんですよ、オフ会で。お花畑のそれね。みんな待ってるんですよ、地方からわざわざ来ていただいて。 お花畑でしょ。いや、お花畑でじゃなくて、お花畑。僕にも予定があるんですよ。で金梅さんにも予定があるんですよ。わかります。お花畑のとこにも行かなくていけない。はい、どう。キャスバーでいいですか。ごめんなさい、キャスバーで新しい配信者にバトンタッチしますので、そこで新しい展開を生んでいただくことって可能ですか。本当に申し訳ないんですけど、本当に申し訳ないんですけど、いいですか。もうちょっと新宿でっていうお話だったんで申し訳ないです。で、ダメ？なんでダメなのか分かんないな。警察に目をつけられてるってなってますよ。なんか昨日あったんですか、なんかが。どういうことなんですか。渋谷に連れてけ。ちょっと待ってください。キャスバーがダメな理由、昨日暴行された。昨日殴られたんですか。寝てるし、もう。どういうことですか。いや、わかんねえ。新宿、朝比奈が金梅を、ちょっと待って、朝比奈が金梅を殴った。キャスバー警察誤解沙汰、朝比奈。和道だって予定あるからいいっしょ。いや、困ったな、マジだ。いやー、どうしたらいいんだろう。ヒカル、俺わかんねえかんな。ヒカルくんに渡す。いや、ヒカルくん、ヒカルくんも最近さ、バイさん、今日、ダメっすよ。今日、ナオチクさんと、打ち合わせあるんすよ。とか言って逃げるの。バイさん、すいません。打ち合わせっす。
って言って、そう半年前ぐなんか半年間ビッタビタにくっついてたくせに、なんか最近ね、すいません、あのコーディング忙しいっすよとか言って、わかるわかる、最近たまにしかなんないじゃん。だからね、無理だと思うんだよな俺。うん、わかるよね、わかるよね。うん、だって今日帰るの早かったもんね、ヒカルくんね。うん、あ顎ずれた。うん、いや僕の家は無理です、僕の家は無理です。僕今からオフ会があるんです、地方から来ていただいたリスナーさんと。うん、荒野の家行きません？寝てる。キャスバーに放り込め、これがアンチコメントなのか囲いのコメントなのか、俺金梅さんの放送あんま見ねえからわかんねえんだよな。どうすりゃいいんだろう。キャスバーに送ったら恨む、カメアリ、今からカメアリは無理だよ。キャスバーだけはダメなんだって。金梅さん、金梅さん、なんで俺恨まれるんだよ。送り届けて恨まれるってどういうことだよ本当。いや黙ってって。金梅さんどうしよう、ちょっと状況が分かんない。荒野の家が俺知らないんだよ。いや僕オフ会地方から来ていただいた方が待ってるんですよ新宿で。でワードをキャスバー送れよって言って、まあ大丈夫ですよって言って これが始まってるんですよ。誰かいないかな、誰かいないかな。もう着く、金馬、あもう着くな、どうしようどうしよう。ヤマトさん、いやワードオフ会、オフじゃなくてオン会になりますよこれ。荒野の電話番号、一緒に行け、捨てて行け。いや捨てることはできない。金梅さんに何かあったら配信会の損失が半端じゃないから。キャスバーに僕が行けばいいんですか。和道さんに会いに来てる人、あコメントなんか流れが早すぎて読めねえな、こんなコメントさばいてんのか。あタクシーに乗せる、でも配信持ってないよ、携帯ないからもう何もないっすよ。いやリスワンのためにとかじゃなくて、俺本当に想定してないですから、もう最初からの流れ見てくださいよ本当に。ヤマトさんに預ける、ヤマトさんに預ける。どうしよう、キャスバーに行くと警察が来る、警察、カメアリに返せ。金梅さんどうしますか、うん、もう歌舞伎町なんですけど、うん、みんながカメアリって言ってるんですよ、うん、顔知ってなんで、うん、金梅さん、金梅さんなんで歌舞伎町に行くんですか。金梅さん昨日暴行事件になってますよね。うん、いや金梅さんもう前科何班ですか今、4班ですよね。荒野連絡取れねえかな、山津さんに預ける。いや俺もういいよ、ひっそり自爆やりたいよ。言うのが新宿に向かってる、リスナーさん待たせてますよ、リスナーさん待たせてます。いや荒野、荒野、荒野、そうなんだ、こういう時荒野なんだよ。ヒカルくんの後を継いだ荒野、荒野、俺荒野頼りたいな、荒野、荒野何やってんだろう今。歌舞伎だな、どうしよう。ヤマトさん、じゃあ俺が弁路さん禁止出禁になって、え弁路さんが新木場ファーストリング出禁になった、めんどくせえ。ユウのいる、
オフ会、オフ会ええて。うん。マジか、もう。いや、完全に俺はもう本当に事故だと思ってるから、これは。俺もう、もう対処ができない。俺、普段良くて200人っすよ。調子いい時絶好調で300、400っすよ。2000人、3000人さばけるわけないじゃないですか、僕が。キャパオーバーなの分かるじゃないですか。金林さん寝てるし、もう。山津さんにちょっと行きます、僕。言うのも泥酔。いや、売名のチャンスって言ってもな。じゃあ、キャスバーに俺が一人で行って、ヤマトさんを連れてくるっていうので OK ですか？ OK ですか？それで。それで、ヤマトさんにバトンタッチ。いやー、珍しいですよ。たまーに声かけていただけるんですよ。年に一回ぐらい。ワドくーんって。ヤマトは当てにならない。バブータツヒコ全然関係ない。うん、どうすればいいんだろう。ヤマトさんの判断に任せましょう。それでいきます。ヤマトさんに聞いてみます。そこをのんちゃん、そこ左、そこ左、そこ左、なんで入らん。いや、亀屋に返せって僕いや、僕も送ってあげたいっすよ。僕も送ってあげたい。だけど通り道だったんですよ。金前さんに、僕が新宿に行くから新宿で降ろしてって言われていいですよって言って、もうシートベルトもつけない、言うことも聞かないから助けてっていう枠なんですよ、これ。役立たずはひどいじゃないですか。勘弁してくださいよ。僕何にも知らないですよ、金梅さんの事情。あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか。マサヤンで OK ですか。よかった、助かった、助かった、ありがとう。近所の小林、次の信号左、小峠に助けてもらおう。いやいや、のんちゃんちょっと口説いてるんでやっすよ、僕。本当にのんちゃん口説きそうっすもん。いや、俺ちょっとダンカンさんと金梅さんは半端じゃなく、なんかとんでもないことになりそうで無理。いびきかいてるし。ダンカンさんと金梅さんは放送事故にしかならないから無理。リスナーさん今待ってる、新宿で。さすがに無理よ、のんちゃんも体力ないし。いや、俺送ってなんでバカって言われんの、なんで身勝手って言うのよ。鮫島さんはどっか行っちゃったの、俺は電車で行くわみたいな。お疲れ様です、皆さん。今リスは1位なの。いや、頑張るとかじゃなくて、もう完全なこれ金梅さんの閲覧なんで。いや、なんかわかんねえな流れが。俺人の配信ちゃんと見なきゃダメだな。え、頑張ってほしいってどういうことっすか。僕、あった首ガチャガチャに痛いのに。ごめんなさい、ちょっと僕にも予定あるんで、リスナーさんお待たせしてるんで、ちょっとあの、小峠編が始まる感じでよろしいですか？小峠編。小峠にバトンタッチして、小峠の枠で誰がいるんですよね？まさやんさんか小峠さん。で、まさやんか小峠がどうするのかっていうことで託します、ちょっと。はい。僕、オフ会があるんですよ、この後。なんでダメなんですか？なんでダメなんですか？理由がわからないんですよ。
警察沙汰になったからですか。金梅さん、金梅さん、ちょっと自分のリスナーを人に預けるの良くないっすよ。僕状況が、金梅さん、金梅さん、2000人がいろんなこと言ってんすよ。で、僕状況が全くわからないんすよ。金梅さん、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 金梅さんが決めてくださいよ。僕使えねえとか最低、金梅さん寝たよ。なんで俺が叩かれてんのかわかんない。使えねえとか。うん。立花ビルはどこだ。え、朝日台から連絡来てホテルにぶち込めって言われてます。ホテルにぶち込めって朝日奈から指示が来たんだけど、いいっすかホテルにぶち込めで。もうみんな疲れてるんで、朝日奈からもう金梅まこちゃんを、まあ、まこちゃんっていうのはちょっとよく分かんなかったんですけど、ホテルに連れていくっていう。っていうか金梅さん寝てるし、ホテルでいいですか。うん、スバーだ。一回じゃあ俺ここで降りるから、どうしようかのんちゃん。止めらんないよ。いや大丈夫、そこに止めて。え、どこに。先先先先で、そこら辺に左に寄って、で俺一瞬で降りるから、ちょっと全力で空気読んで、なんとなくよい子さんとミーティングして。え、いやだって俺この状況だよ、どうしたらいいか分かんないじゃん。とりあえず俺ホテルに、そうだ土曜日だ、最悪。まあいいや、行くよ。金馬さん、金馬さん、金馬さん着きました。金馬さん降りますよ、金馬さん降りますよ、金馬さん、ここ歌舞伎です。あ、もう亀有行こう、亀有行こう。ダメのんちゃん、ほらほらほら、もうダメだ、無理無理無理、もうもうもう亀有行こう。もうめんどくせえ、マジでマジめんな、なんなんだよもう。なんで俺が、ごめんねのんちゃん、本当に。もうなんで俺がこんな、亀有行こう。もちょっととりあえず大通りを探して、大通りもう突き抜けて突き当たり右。もうのんちゃんごめんね、本当に。りょうこさんごめんなさい、いいっすか。申し訳ないです。あと、ワドリスナーちょっと待って、もう、もう、もう、俺、イライラしてきた、だんだん。なんで俺、悪いみたいになって、使えねえとか意味わかんねえだろ。じゃ、亀有行こう。駐車場あるから、駐車場で一回入る。駐車場いいよ、いいよ。突き当たりもう、もう、亀有行こう。もうダメだ、これ。亀有行かないと、もう、もう、これ、炎上する流れだもん。なんでかわかんないけど、俺が悪いみたいになるのも。突き当たりを何、どっち？右。で、突き当たり左。なんで、なんで、ごめんね、のんちゃん、いい？うん、もう、もう、ああ、ありがとう、アイテムありがとう。じゃあ、わかりました。もう、めんどくさいですけど、リスナーさんに、もう、和道リスナーさんに待ってもらって、リスナーさんに待ってもらいます。亀有で OK ですか？ OK ですか？新宿来たんですよ、今。亀有行きましょう、じゃあ。なんでこうなるのかな。ファーストリングから近いでしょ。バッテリー切れちゃう。いや、わかんねえマジで。大手はわからねえ。大手わかんねえわ。いや、行く行く行く。もうそしたらいいんだよね。そしたらいいんだよね。みんな幸せなんだよね、亀有行けば。うん、だってみんなが亀有っていうタイミング代々木だったんですもん。代々木らへんで亀有行きます。アイテムありがとうございます。もうもうあのオフ会ちょっと待ってもらいます、1時間ぐらい。ああ、すいません、ありがとうございます。あの交通費に充てさせていただきます、本当にありがとうございます。亀有の俺家行ったことねえんだよ、今度は。どうしよう、ありがとうございます。亀有行きます。金梅さんに何かあったら嫌なんで、家が一番いいんすよね。そしたら放送も見れますから、起きたらすぐ。ありがとう。ちょっと待って、住所。ありがとう、ありがとう。ちょっと待って。住所入れられないよ、今。今入れられない？止まんないとどっかに。どっかに止まんないとダメ。あ、いいよ。タイミング見てて。まっすぐ行っちゃって。ありがとうございます。
オッケーです、オッケー。地震どこで？東京？どこ？大阪また？マジで大丈夫？みんな大丈夫？地震大阪だってみんな避難して、コメントはいいから、うん、みんな避難して、でかいの避難して、避難して、いやこのリアクションでかいでかいでかい、避難してください。バドを捨て頃頑張る。お、マジ終わったよ。亀有今から行きます。ありがとうございます。東京は揺れてないです。大阪です。葛飾区、え、ちょっと待ってください。音消します。ミュートってどうやってやるんだっけ。ミュートどうやってやるんだ。23から、ありがとうございます。ちょっと待って、ミュートのやり方わかんねえな、携帯配信やんねえから。ミュートってどうやってやるんだ。ミュートってどうやってやんだ。住所が、コメント見てます今。うん、あー、ありがとう。ちょっと待って。ミュートの仕方がわかんねえ。なんだミュートの仕方。ミュートってどうやってやんだ。配信。ミュートってどうやってやんだ。携帯配信やったことねえから全然わかんねえよ、もう。画面のマイクボタン。これだ、ありがとう。はい、OK です、 OK です。いやー、だってもうレジェンドだしね、金梅さん楽しかったもんね今日。ん、あ、いや、今ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんアイテム新の3だ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。これ僕勝手にいじって大丈夫ですよね。これはどう思います、この状況で。あー、アイテムもう大丈夫ですよ、たくさん。あ、ちょっとどう思います、これ嫌な予感するんですよ。これは OK ですよね、これは OK ですよね、これ叩かれないですよね。いいっすか、あの責任を持ってこの状態ですので、皆さん行きますよ。失礼します。アイラさ、空気読めよ。アイラさ、今さ、電話かけるタイミング、電波落ちるって言ってんだよな、アイラ。今電話かけるタイミングかよ、お前。配信者だろ？だからお前、カソなんだよ。考えろよ、アイラも。何年やってんだよ。本当に。
ほんとこういうところイラつくわ。何年やってんだよ。携帯で配信してんだろバカが。ほんとに、いやアイラさすがに引くわ。これはねえわ。え、ちょっと待って、鍵ない。財布の中にあります？財布の中にあります？さすがにな、俺財布見たくないっす。僕人の財布、横のポケット。了解です。財布の中に入れる人じゃない。ポケット。了解です。これ閉じときますね。あのまた転んだりしたらあれなんで。タバコえ、これ何、なんすかこれ、なんすか、これ40過ぎた、なんすかこれ、これなんて名前ですか。あ、これスマホスタンドなんだ。こういうことか。結構便利。スマホスタンド完全に、ちょっと待って、カメアリでさ、もう手打つ流れだったじゃん。みんな花火もいただいて。金馬さん、ないです。金馬さんは携帯だけではありません、なくしたものは。アパホテルに打ち込む。アパホテルかな。鍵もないです。これ俺悪いのかな。ちょっと待って、鍵がない。家に入れないでしょ。もうね、さすがにね、もうね、これを台本じゃなくてガチでやってくるのは、俺後輩だったら殴ってる本当に。どうすりゃいいんだろう。これリアルなんだよな、台本じゃねえんだよな。カードキー、カードキー、カードキー、財布の小銭。俺人の財布触んの大嫌いなんだよ。財布ありますよ。俺人の財布いじるの大嫌いなんですよ。金梅さん、金梅さん、金梅さん、鍵ってカードキーですか？カードキーはどこに入ってますか？カードキーはこのお財布の中に入っているのでしょうか？確認させていただいてもよろしいですか？ナイス、許可をいただきましたので、開けます。カードキー、カードキー、はい、カードキーどれですか？どれの深夜食堂の話してないですよ。カードキーはどれですかって言ったんですよ。で、どれの深夜食堂って返しじゃなくて、カードキーはどこにあるんですか？家って、だからじゃ、家の鍵を開けるんですよ。はい、家かどうかは聞いてないです。カードキーないよ、財布の中に。ないじゃないですか、なんで嘘ついたんですか。で、家の鍵開いてんすか？わかんないと、もうどうするこれ。もうとりあえず鍵はない。なんで鍵がないのに歯ブラシ持ってんのか全然わかんないですよ。もう必要なものがなくて、配信者で一番必要な、ね、一番必要なスマホをなくして、ね、人として大事な家の鍵を持ってなくて、なんで携帯歯ブラシ3本も持ってんだよ。全然わかんねえよ。あと銀色のワックス。モバイルバッテリーとか半端じゃなく持ってますね。あ、わかんない。どうしよう。歯磨きは大事だ。どうしたらいいっすかこれ。金梅さん、どうしよう。だから亀有行っても無駄です、はっきり言います。無駄ですよって。ちょっとさ、これさ、金梅ファミリーがやるね、これさ、これ普通金梅ファミリーでやりません？いや、コメント読んでますよ。はい、M さん。いや、ぐだってくるでしょ。
俺このノリわかんないもん。金バレファミリー、こうやとかさ、あの、ヒカルくんとか、慣れてるじゃん。俺、小林のノリ、だって、正直言いますよ。正直じゃあ話し合いましょう、語り合いましょう。僕の普段の雑談見ます？絶対見ないでしょ。見るか見ないかで書いてください、皆さん。小林の皆さん、見ませんよね。わからないです、僕は。見ないですよね。ってことは絶望的に噛み合わないんですよ、多分。見たことないですよね。たまに見ていただくんですけど、まあ多分ほとんど見ないですよ。俺ファミリーじゃないでしょ。俺キムアイファミリーなんすか。たまに見る、ありがとうございます。誰ってレベルでしょ。亀有交番はダメでしょ。え、ちょっとのんちゃん高速乗るの。だって鍵ないよ、鍵ない。左。ちょっと一回ミーティング、あーめんどくせえ、マジで。首痛い。どうしよう。え、これってカメアリ意味なくな、いやもう起きてくださいよ。そうっすよ、金梅さん、金梅さんが起きたら終わりなんですよこれ。カメアリ交番はダメじゃない、捕まるでしょ。リューチ行くよ。よく見たっつうかね、コメントの流れが早すぎるんですよ。普段の閲覧20倍っすよ。カバンのポケット、カバンのポケット、鍵どこっすか。鍵ムーンじゃなくて、はあ、交番は大丈夫なの。亀有交番大丈夫なんですか。え、これ、これが、振りなのか、その、本当に、大丈夫な流れなのか、僕判断できないですよ。え、亀有交番、本当に大丈夫な感じなんですか？殴れ、殴りたい。仲良しなんですか？ OK、じゃあ、亀有交番行きましょう。ごめんなさい。じゃあ、亀有交番行きますよ。OK ですか？ OK ですか？亀有交番ダメなん、ちょっと待って。どっちだよ、わかんねえ。もう交番行こう、交番行こう、交番行こう。もうめんどくさい。なんなんだよもう、わかんないよ。カバン、ね、金梅さん、金梅さん、本当に僕今日の日のためにいろんな地方から来てるんですよね。僕の数少ないリスナーさんなんすよ。待ってるんすよ、新宿で。起きてください。閲覧が2400っすよ。いいんすか、いいんすか、これで。なんで逆に寝てるだけで2400集まるのか、俺はもう全く理解できないよ。すげえな、ほんと閲覧すげえな。いや、2個に事故で大渋滞か、もう最悪。事故で大渋滞だって。あーもう頭痛い。え、これ俺のさ、リスナーさん見てんのかな。なんだよこんなことになるの。見てるっつうか、あの今日オフ会の人、今日オフ会で新宿で待ってる人見てるのかな。伝わってんのかな。俺 LINE で連絡できないんだよ、放送中だから。あ、もう嫌になってきた、マジで。わかんね、何が正解なのか。わかんね。金梅さん、金梅さん、金梅さん、マジでちょっと、え、どうすればいいの、まさやん。俺、正直、このノリわかんないんだけど、どうすればいい、まさやん、まさやん。まさやん、助けて。もう、亀有に何が正解なのかわかんないの、俺が。まさやんに預けていい？俺もう、無理。俺が、キープできないから、まさやんに預けていい？じゃあ、亀有に送っても、鍵を持ってないんすよ。
鍵を、いや、カバンも全部見たんすよ。バッグの横ポッケ、横ポッケなんかないっすよ、これ。ここは前ポッケ、煙が出てる、さっきのところ、うん、あと通帳と領収書しかないっすよ。通帳と領収書しかないっすよ。あと障害者手帳とどうしますこれ。いやマジでこれもう多分こんな感じで朝までただただえ、これねえねえ、ごめんね、俺本当に流れ分かんなくて、これってさ、ただこのまま朝までになるだけじゃないですか。いやポケットも調べた、財布の中も見た、でキャスバーに行ったらお前をふざけんなみたいな、もう分かんないよ何が正解か。小島グランプリ、まさやん帰った、ヒカルくんも帰った、ヒカルくん YouTuber に行くときってまさやん帰った、でもマジでどうするこれ。のんちゃん葛飾のなんだっけ交番、うん、に置いとけばいいんでしょで言ってるのが交番でいいか、うん、うん、そしたら鍵とか出してくれるだよね。うわ事故はえぐっ、え、これ死んでるでしょ、逆走じゃん、こっち側、うわ、えぐ、あ、これ絶対死んでる、キューってくるってなっちゃったね、ああ、ぐっちゃぐちゃ車、はい、え代々木のあれ寄っていい、あ、代々木のじゃあ、はい、あ、パーキング、もちろんもちろんもちろん、トイレっすよ、あのね、ごめん。今ね、LINE 見ると、放送が止まっちゃうんですよ。僕、珍しく携帯配信なんで、LINE 見れる状況じゃないんですよ、今。はぁ、あ、もう。みんな落ち着いてトイレでも行こう。行こう。ごめんね。100万誰からって何の話？交番でいいっすか？申し訳ないっすけど。キャスバーはダメなんだって。カバン細かく見ましたよ、全部ひっくり出しましたよ。っていうかさ、これさ、これ金梅さんがやることじゃないの。金梅さん、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 鍵どこっすか亀有の。いや、わかんないじゃなくて、鍵はどんな鍵ですか。合鍵持ってる人いないですか。とりあえず質問見える。はい、誰持ってんすか合鍵。え、合鍵は誰持ってないですか。持ってない。鍵はどういうタイプですか。トイレ行ってくる。行ってらっしゃい。いや、もうめんどくせえマジで。いや、台本じゃねえからもう。俺、リスナーさん待たせてるんすよ。財布にもないっすよ、金梅さん。ないっすよ。こんなかっすか？小銭しかねえな。金梅さん、鍵ってどこにあるんすか、普段。ど、キーホルダーっすか？ホテルに泊まります？金梅さん、頼みますよ。僕、予定あるんすよ。なんで俺の声聞こえんだよ。俺の声聞こえんだよ。ちょちょちょ、 iPad 置こうよ。ループだ。リスナーがいるとこういうことになるから嫌なんだよ。リスナーあるある。配信のこと分かってねえから、なんかめちゃくちゃちょっと、なんで iPad で俺の放送を見てるんだよ。
もう一番嫌なやつね、これ。配信のこと分かってねえから、うん、うるさい、もうこれ。うるさい、リスナーあるある。マスクつけた方がいいの、和道くん。知らねえわ。マスクつけた方がいい、和道くん。誰も興味ねえわ。金梅さん、携帯と鍵をなくしてんの。それが今、現時点。俺は、最初ね、時系列説明します。和道くん、新宿行くの？はい。新宿送って。いいですよ。ここで寝たんですよ。15分間。シートベルトしてください。15分後。シートベルトしたんですよ。そしたら今度は、和道、吐きそうだわ。やめてください。止めて止めて止めて。15分後。和道、おしっこ。15分後。で、ドライブしますよ。もう大丈夫ですね。シートベルトつけた。よっしゃ、完璧ですね。代々木ら辺で。キャスバー行くな。で、ですよ。キャスバー行くな。オッケーですよ。じゃあどうしましょう。僕は予定がある。リスナーさんと新宿で待ち合わせ、オフ会ですよ。ね？わかったと。男気見せますと。もう花火もいただいたし、亀有送ります。亀有行く途中ですよ。もう新宿歌舞伎町着いたんですよ。そこで帰るときに鍵がないが現時点ですよ。鍵がないナウです。で、使えないって言われてるんです、僕。使えねえやつだなって。え、ちょっと待って待って待って。ちょっと待って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 。いい人ぶるなじゃないでしょ。いやいや、金梅さん起きてください、マジで。金梅さん。頭痛いんだけどな。なんで俺叩かれてんだよ、もう。鍵、普通の鍵ないっすね。何が正解か分かんねえ、マジで。ほっときたいよ。どうするのが正解かな。ちょっとどう思う？交番に置いてくる。あのね、それ一番アンチが増えるやつだと思うんだよね。それね、多分ね、一番本気で言ってんの、それ。でも酔っ払いの人よくさ、マリさんとかにいるじゃん。交番選ぶの？あ、ありがとうございます。とりあえず住所のところに行ってみようぜ。行くの？マサヤンが連絡してる？え、どういうこと？どういうこと？ちょっと一回切りますね。ちょっと LINE 確認します。ごめんなさい。すぐ枠閉じる、枠つけるんで、ごめんなさい。僕、スマホ配信慣れてないんで、すぐ枠つけます。和骨でーす。和道でーす。いろいろあってまーす。お疲れ。いやもう大変だよ。もう2時間ぐらい経ってない、これ。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。すいません、カズさん、バッタバタっす今。金梅ワールドに巻き込まれてます今。お疲れ様です。のんのん、お疲れ。のんちゃんが大変ですね。カズさん、これが配信です。
ありがとうございます。ちょっとね、その話はね、一旦本来はその話を一番したいんだけど、うん、なんでって、だって連絡取れる人がその人しかいないんだもん、状況わかる人が。状況だってどうすればいいのよ、マジでやめろじゃなくてどうすればいいのよ。じゃあ、ありえないじゃなくてどうすればいいのか。じゃあ代替案出して、アンチ増えるも何もないでしょ。だから亀有鍵ないもん。何が一番ダメなのか、何が分かんないって。だから亀有で何がダメなんすか。だって俺知らないもん、金梅さんの枠見ないから。亀有に行っても鍵がないんです。そう、山津さんに見てもらうしかないじゃないですもん。じゃだから俺知らないって。俺はオフ会に行くよ。亀有で捨てればいい、そんなことできるわけないでしょ。鮫島さん、達彦いるの？オッケー。起きないじゃん、起きないじゃん。捨てよう、捨てたいよ俺だって。金馬さん、金馬さん、もうすぐキャスバーつくんで、了解です。ちょっと待って、何が最低なの、マチルダ。何が最低なの。マジで超意味わかんねえ。何が最低なのか全然わかんないんだけど。だからちょっと待って、あー、イライラする。あの、花火もらってじゃなくて、花火もらってじゃなくて、亀有に行って、じゃあどうすりゃいいんすか。亀有に行って、朝比奈から連絡来たんすよ。朝比奈しかないんすもん。なんで最低なの。いや、もうじゃあ鍵がないんす、どこにも。朝比奈が嘘をついた。だって誰、じゃあ誰と連絡取ればいいんすか。じゃあ人のせいばっかりにして、わかんないっすもん僕。新宿に送れって言われたからいいですよっていう話だったじゃないですか。俺なんで死ねばいいの、もうめんどくせえ、マジで。俺は今電話しましたよ。ただ連絡、メールをもらってたのは朝比奈からメールもらったんですよ。俺知らないもん、金梅さんの放送見ないから。状況が分かんないんだって。朝日中鍵持ってないって。頭痛いてえ、マジで。マジどうしたらいいか分かんないよね、ほんとに。山津さんが OK って言ってる？そうなの。うん、今井さん、今井さん、みんな心配してますよ。金梅さん、説明してくださいよ。もう僕無理っすよ、これ。さばけないっすよ。金梅さんのリスナーさんなんだから。金梅さん、金梅さん、あ、ちょっと銀発生する。え、何ですか。俺のリスナー、はい、金梅さんのリスナーさんは義務が発生する。義務とかじゃなくて、金梅さん、義務とかわかんないです、義務は。え、で、義務があるとしたら金梅さんが義務があるはずなんですよ。これわざとやってません、金梅さん。わ、切ります？切るんすか？枠を切るっていう一
った方がいいっすか。僕その選択しなかったんですけど、枠を切るっていう。切りますか、じゃあ。来ないなら病院とかないと。はい、どうですか。来ないなら土地込みとかないと。来ないならって何がですか。ここで切るっていう選択肢なかったかな。いや、リスワンとかもういい。俺オフ会行かないといけないの、待ってるんですけどってなってるの。リスワンなんかいらねえ。早く終わらせたいこれ。いや、リスワンいらない。カバンに鍵入ってなかったっす。鍵入ってなませんでした。もう全部めくってます、ポケットの中、何から何から。閲覧2000っすよ、銀杯さん。金杯さん、鍵もなくしたんですか。金杯さん、金杯さん、多分会場に落としたんだと思います。車にも落ちてないです。いや、これね、この飲み方してたら本当金杯さん死んじゃうよ、本当に。いや本当ね、俺ね、金杯さん本当に死んじゃうよ。リスワンとかわかんないよ。俺新宿に送ってって言って新宿にお願いしただけなのにな。で配信会って普通のことが普通に行われないんだろ。新宿送っていいよ、ふざけんな、死ね、お前最低だわって聞いたことなくない、認知症社会で。どういうこと。いいっすよ、乗ってってくださいよ。は、考えられねえ、マジかよ、クズだな、どういうこと。いや、そういう状況だからね、今。ちょっと待って、しかも、さっき、は、ねえわって言ってたマチルダが、今度は、リスワン取ろうぜだよ。リスワン取ろうぜ。メンタルがすごい。もうどんな気持ちでどういう感じで今リスワンいけるぜワードって書いてるの、もう分かんないよ。心が揺れすぎ。心のマグニチュードがすごい高い。本当に58分に切るのね。分かった。なぜリスワンの流れになったのか俺には全く理解できないけど、今度はリスワン祭りが始まったのね。分かんないけど、
配信って怖えな。全然わかんねえ。いや多分ね、俺リスワン取れないと思うよ。もういいよリスワンとか。あ、1位なんだ。58分に切ればいいんすか。え、もう池上でよくない。池上は絶対ダメなの。え、58分ジャストに。じゃあみんな切れって書いてください。わかりました、切ります。ダメなの。あ、今1位なんだ。まあ金梅さんだもんな。え、じゃあ切りますよ本当に僕。わかりました、切ります。今すか、切るの。まだでしょ。ありがとうございます、アイテム。ほんとすいません、なんか使えなくて。あー、ありがとうございます。もうさ、もうね、亀有に行けがイラッとする、俺。それさ、もう勘弁してよ。もう亀有に行け。和道さん素敵。は？考えられねえわ。死ね、グズ。もう無理。パフェありがとうございます、ほんと。あと5分。いや、本日のオチじゃなくて、いや、すごいよね。捨て頃束になってさ。うわぁ、とんでもないアイテムありがとうございます。カメアリはもう一回、僕リスナーさんオフ会で待たせてるんですよ。もう2時間待たせてるんですよ。勘弁してくださいよ、勘弁してくださいよ。本当に金馬さんもう狙ってますよね、これ。本当は起きてるんでしょ、金馬さん。ありがとうございます。あ、花火ありがとうございます。起こせよって。もう金馬さん、金馬さん、金馬さん、しかもメガホンありがとうございます。金馬さん、金馬さん、最後にもうあと5分なんで、メガホンありがとうございます。いや、ナミの履歴ないっすね。調べようと思ったら調べられますけど、もう無理っす、時間がないっす。ありがとうございます、頑張ります。花火ありがとうございます。いや、俺もう首ガッチャガチャだかんね、今首ガッチャガチャ。なんかもうね、わかんねえ、金梅ワールドっていうか。お疲れ様です、本当ありがとうございます。ありがとうございます、花火頑張ります。リスワンはまだでしょ。58分に切ればいいんでしょ。58分、ありがとうございます、初花火ありがとうございます。本当にありがとうございます。金梅さん、金梅さんさ、あなたが思ってるよりあなたの閲覧って重たいんだわ。俺大手なれねえわ、わかったわ、中堅でいいわ、末永くやりますよ。金馬さん、金馬さん、大手の実力見せてください、ここで一言。いや、うーんじゃなくて、金馬さん、ちょっとアドバイスくださいよ。金馬さん、和道に任せるには強すぎます、リスナーのコメントの質が。なんて言ったらいいんですか、一言だけ教えてください。僕言うんで、なんて言えばいいですか。養分伊藤、ここで養分伊藤って言うんすか。え、グエア。なんで笑ってんすか。グエア祭りって言えばいいですか。アイブゲエって言うの。グエア、グエア、世界観がまだつかめねえな。あと2分、はーい。いや、俺ね、ヒカルくんがなんか半年間って言ってた意味がよくわかった。ヒカルくんが半年間金梅さんとずっと共にしてた時期はすごかったって言ってた。それの意味がわかった。
ずっと飲んでるんだって。起きてる時間、寝てる以外は飲んでるの。うん、試合の話は青岩ありがとうございます。本当にでもなんか嬉しいです。こうやって僕自枠で3000とか2000とかなんてねえ、金梅さんの閲覧とはいえまさか金梅さんとこうなるとは思ってなかったんで、うん、あと1分了解です。 ありがとう金魚鉢さん、相手もありがとう。いやほんとねえ、まさかこんなことになるなんて。金梅さんの世界観すごいね。おしっことローソンと吐きそうとキャスバーしか言ってないからね。この2時間で俺ずっと喋り続けたけど、金梅さん4つぐらいの単語しか出してないでしょ、うん、頑張ります。ありがとうございます。すいません、グレート花火ありがとうございます。皆さんアイテムたくさんありがとう。いやーごめんなさい、本当になんか何もできず、ありがとうございます。皆さんよくしていただいて。いや漏らすのはちょっと彼女の車なんで、彼女の家の車なんで、切ればいいですか。切ります。なんで2丁目なの。金梅さんもグロッキーっすね。はい、ただいまです。ゲグエワングエワン、こんなことってあるんだな。足が無駄に綺麗。いやなんかでも配信ってすげえな。ごめんなさい、どうも金梅さん愛されてるな。トクロさんいらっしゃい。ゲー、どうも徹子さんいらっしゃい。わかんない、全然切れってタイミングでもうリスナーさんを信じて切る感じですね。マジでこれリスワン、マジで言ってんの、マジで確定。嘘でしょ、何ヶ月ぶりだろ俺がリスワンって。ありがとうございます皆さん、マジっすか、ありがとうございます。うわ何ヶ月ぶりだろう。え、去年の10月っすよね。去年の10月、8ヶ月ぶりだ。ありがとうございます、ありがとうございます皆さん、ありがとうございます。8ヶ月ぶりですね、マジか、ありがとうございます。いやいやとんでもないです。なんか今日負けてもうすげえなんかっていうか、捨て頃関係なくないんで、全然捨て頃の話題全然。ありがとうございます皆さん、ありがとうございます。いやー確定出てない、ちょっと分かんないですよ。そこありがとうございます、花火ありがとうございます。うん、リスワン負け、え負けじゃん負けじゃねえかよ負けだわはい、負けです、うん、俺っぽいな、なんか俺っぽい、すいません、役不足で、すいませんすいません、うん、池上っぽいな。何百差っすか池上が。100差。100もないな。100もない、へえ、俺ギリギリで負けたんですか。
あ、いや、100どころじゃないですよ。500ぐらい差ついてます。500ですね。いや、もう、わかんない。鮫島さんとも。いやいや、全然いい、全然いい。ありがとうございます。うん。カズスズさんが蹴って下ろすぜ。いや、それはできないよ、先輩に。2連敗だね。まあいいや。いいよ、いいよ。本当に。うん、俺らしいよな。うん。いや、いい、本当に、いいんす、いいんす、いいんす。ありがとうございます、本当。大丈夫、俺が責任取る。いやいやいや、自分の行動は。いや、ヒカルくんにバトンタッチしたいぐらいだよ。あ、とんでもない、ごめんなさい、なんか力不足で。銀杯さん、もうすぐ着きます。銀杯さん。金馬さん、大丈夫っすよ、皆さん。ありがとうございます、お気遣い。いや、いいですよ、いいですよ。金馬さん、金馬さん。金馬さん。金馬さん。金梅さん、金梅さん、もう着きますよ。のんちゃんかわいそうだから。のりこは、でも愚痴一つ言わないですよ。あの、放送もう10年見てるリスナーなんで、あの、愚痴一つ言わないで、和田さんといると楽しいって言ってくれるんで、最高の彼女です、彼女は。のんちゃん、本音言っていいよ。じゃあ、大きな声で言って。金梅さんを捨てて帰ろう。帰ろうもん。もうこのどうしようもねえだろ、こんなの。おい、起きろ。もうやりすぎだろ、もうどうしようもねえ、本当に。そうだよ。じゃがいも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 。もう、もう女の芸しかできないじゃがいも。うん。うん。ダメだよ。リスナーも飽きてるから。そう。飯食ってる方が面白いっすから、金梅さん。だから、もううんざりしてんすよ。朝比奈とか。もう。間違いない、もうほんと。ネタ切れが伝わってますよ、ほんと。ネタ切れが。うん、もう。さすがにこれは、もう言います、僕。うん。間違いないですから。もうキャスバーと女ぶん殴るしかないっていうのはやばいっすよ、ほんとに。今日誰殴るんですか？わざわざそこにいたのが、はい。びっくりした。どういうことっすか？うん。20人しかできない。うん。金梅さん、このまま行ったら多分ね、半年後死ぬよ、この飲み方してたら。金梅さんマジで死ぬよ、みんなの大切な金梅さんが。女は、はいはい、あの女はまず可愛いけど。誰ですか、あの女って。ていうか、ぶっちゃけ金梅さん、正直に聞いていいですか、リナ猫に結構ちょっかい出してました。結構気に入ってません、リナ猫。うん、リナ猫らしいよ。なんか愛してる。うん、なんかね、楽屋でね、ずっとね、別の楽屋のはずなのにリナ猫に会いに来て、リナ猫ずっとちょっかい出してたの今日。あれで愛してるよ。愛してるんですか、リナ猫。うん、リナ猫は多分ダメですよ。うん、リナ猫なんだかんだモテますから。いや、すっごいお気に入りだったの今日。ずっとリナ猫と、楽屋別なんだよ、ヒカルくん別の楽屋なのに、ずーっとリナ猫の隣にいんの今日。 DVD 特権だよ。うん、いや、もう本当にやばかったよ。あ、これマジじゃんとか思って、みんな、うん、早稲田に連れてきてっつって。いや、もう本当に、いや、リナ猫は多分無理っすよ、金梅さん。リナ猫はないっすよ。いやー、出禁になったらしいですね。あのんちゃん、お疲れてありがとう。うん、真夜中の運転お疲れ様です。安全運転心がけましょう。ありがとうね、エミーた。リナ猫相手にしないだろうね。うん、
わかんない、なんか金梅さんがめちゃめちゃお気に入りだったの今日。ずっとリナ猫リナ猫だったよ。なんで出禁になったんだろうね。うん、うん、あ、枠に時々行くんだ。いやもう捨てる、うん、今日の MVP どう考えても光くんでしょ。2戦やって2戦勝つんだよ。しかも間まあ置かず、誰もが認める MVP でしょ今日は。ただ俺はあの誠司さんの試合熱いと思ったね。俺誠司さんの試合好きだったな。熱かった。俺違うんだよ、俺ぶっちゃけね、楽屋でずっと泣いて辰彦の試合見てねえんだよ号泣してたの端っこの方でマジ号泣しまくってて、ほとんどの試合見てないので、帰ってきた時会場にメンタル整って見始めたのが誠司さんだったの。すごかったんだ辰彦。いや生でね見ようがないかんな。そんなにエグかったんだ辰彦。まあ辰彦の強さ知ってるからな。フォローありがとうございます。はい、そんなにすごいんだ。うん、えタッチションしたの金梅さん。ステゴのリングでタッチションしたんすか。ありがとうございます。ゆるきさん花火ありがとうございます。いや五丁さん気合入りすぎでしょ。普通に打たれ強いでしょ。膝ガンガン入ってたよ。うん、あそんなにすごいんだ MVP 辰彦。へえー、ごめん俺辰彦の試合見てなかったんだよ。辰彦閲覧も爆発してたんだ。じゃあ第2のドレさんになるんだね。うん、あタッチションしようとしたって感じなんだ。へえー、いやすごいね辰彦が次のあれだね、なんつうのヒーローだ。もうちょいです、もう3分です、もう3分で着きます。ノーガードだったの辰彦。マジでノーガード。 DVD になるからタイムシフトがないんだって。うん、見れないんだって。いや俺ね正直ね記憶がないの。1回目のダウン記憶あるんだけど、もうなんかそのなんつうの何発かもらってて、6発7発ぐらいいいのもらってて、正直ね気がついたら終わってたんだよね、うん、気がついて。まあその話は後でしょ。金梅さんのリスナーさんいらっしゃるし、お疲れ様。いや2試合大変っすよ。え今 YouTube で見れんのマジで。後で見るわオフ会で。うん、え俺の試合ある、ちなみに俺の試合あんのかな、全試合あんの。あよかった、後で見ます。うん、えなんで進まないの。いや救急車が来るんだけどどうしたらいいんだ。え先行っちゃった方がいい、後ろに救急車いんの。今行っちゃったじゃん。うん、ありがとうございます。そんなもないです。なえ？のんちゃん行っちゃっていい？もうちょっと先。ここだとすれ違えない。うん、歌舞伎人多いな、うぜえな。あとで YouTube 確認します。うん、ここ左でのんちゃん。もうあと2分で着きます。朝日奈来るかな。あーとんでもないです、ごめんなさい。なんか役に立てなくて、なんかみんなが望む形の
なんかこう裁量の結果が自分には分からなかったです。ごめんなさい。あ、とんでもないとんでもない。っていうか申し訳ないのリスナーさんだよね。あの地方から来ていただいてんのに。朝比奈が大和さんが来るのかな。花火ありがとうございます。花火ありがとうございます。大和さん呼べばいいのかな。俺が大和さんにだったらみんな納得なの。 OKOKOK。 じゃあ俺が上に上がって大和さん呼んでくるね。もうごめんね、それしかできないわ。うん、 OK。 じゃあキャスバーに行って大和さん助けてくださいって言うわ。 OKOK、 分かった。オッケー、分かった。了解です。もう電話できない。いや、朝日奈に電話することが嫌なんだって。だから、どうしよう。あ、そっか、車止めない。今、大和さん降りてきてもらえることってできないかな。そうだ。ピンマイさん、一緒に行きましょう。一緒に行きましょう。もう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 着くんで、もう着きます。もう着きます。キャスバース、キャスバース。キャスバース。キャスバイ、行きますよ。いいよ、いいね。のーちゃん、後で電話する。どういう電話。じゃあ、行ってきます。多分プッツされるか。行きましょう。行きましょう。ゴーです。ゴーです。うん、あ、行きましょう。はい、行きましょう。いや、行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。はい、キャスバーツ。いや、これ、これいいの？いや、僕、上まで。あ、もういいのか、のんちゃん。はい。のんちゃんの車か。のんちゃんの車です。うん、はい、いいんだな。はい。よいしょ。キマさん、ありがとうございました。出ちゃっていいよ。キマさん、ありがとうございます、今日。キムさん、あのファーストリングできんらしいですよ。キンバイさんですよ。これできんな。はい。二度で行かねえ。え、できんすんだったらもう二度で行かねえよ。はい。うん。ね、そうじゃない。はい。はい、キャスバース、キャスバース、あ、キャスバースが、ユーチューバース。じゃあすいません、こちらで失礼します、僕は。え、一緒に行かないの。え、なんすか、一緒に行かないの。あの、僕、リスナーさん待たせてるんですよ。え、なんで。あの、地方から来ていただいたリスナーさんたくさんいて、オフ会なんですよ、今から。あ、オフ会行くの。はい。じゃあ俺ここに飲んでくわ。はい、じゃあここで失礼します。ありがとう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。終わって絡んでくれてありがとうございます。あ、とんでもです、とんでもです。いや、放送終わってないです、がっつり回してます、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうね。はい、誰も俺誘われてないんで、はい、俺なんかクモに誘われてない。そうっすよ、クモミを待ってますよ。わかんない。山本さんに、じゃあ後は、うん、はい、お疲れ様です。はい、じゃあ僕配信切ります。あ、どうも、こんにちは。いや、みんな大和さんに会うまで別れられないって言ってるんですよ。いっぱいっすか。なんか分かんないです、まだ。あれ開いてますね。お疲れ様です。お疲れ様です。終わった。俺には荷が重かったよ。あ、みんなお疲れ。ちょっと俺リスナーさんと連絡取るわ。あー、すげえな、でっかい赤ちゃんだな、本当に。でっかい赤ちゃん。で、俺はのんちゃんの車をこれから探さないといけないんだ。どこにあんだ。お疲れ様です、ありがとうございました。小林の皆さん、あの、たくさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあここで僕は失礼します。みんなありがとう。一応シートの下はね、何回も見たの。明日もまた見てみるけどね。うん、ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。ありがとう。皆さん良い夜を。